今日もご視聴最後までありがとうございました。演奏を見てて譜面が出てたので分かったかなと思いますが、ずっと譜面通りにやってるんですね。今回はちょっと僕が、テンション上がりすぎてずれたりとかしてましたけど、2段目の真ん中のところの「ジャンジャーン」っていうところがポイントなのと、あと3段目の「ダン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 」ジャッジャーンのところがポイントになります。なのであそこをターニングに上から演奏して雰囲気が変わったりとか、あとそのこの最後の段から次の頭の部分までずっと突入してこう、コードをずっと追いながら演奏したりとかしています。なのでジャズっていうのはなんかこう適当にやってるように見えますけど、かなり譜面をこう追って見てもらうと分かりますが、こうテーマをやったものをずっと分解して演奏してるので、ものすごい決め事がたくさんあります。ああいう決め事を全部守りながら、その分そこで使える音を自由に演奏していくってことなので、まあ、かなりテクニカルな演奏でかなり難しいです。まあ、こんな決め事があっても結構こうみんなでこうまたぎながら一生懸命こうはめ込むわけですね。3でいくとここのところにたどり着くかな、あちょっと余るから帳尻合わせなきゃいけないかなとか、そういったものをこう、自分のフレーズを大きく演奏していきたいんですけど、あトラップがいっぱいあるもんですから、そうやってみんなで遊びながら演奏してるって感じです。ジャズってこれで面白いなと思っていただければ幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。